やるとするかいサンサラナーガ2で、編集中にあることに気づいたから、とりあえず今回はそこに行くことから始めたいと思う。まあ、どこ行くかっつうと、移動速度がだいぶ速くなってるからすぐ着いちゃうと思うんだけど、この街のさ、こっちへ行ってないよね俺。あ、やっぱある。なんかそう、ここのなんか俺この切れ端あたりで引き返したんだよな、さっきっていうか前回で、ここの階段とか見えてなかったんだけど、階段があるからこれで、しかもこのマップ一番最初のそのセーブしたところから出たところにあるマップだから、おそらくやっぱりそうだ、ここに繋がってる。なんか竜の声が聞こえるみたいなこと言ってたじゃん。鍵がでも何、戦闘始まるんだ。なんかいますよ、食らわしましょう。うん、半端に構うと怪我しますよご主人様。コウモリみたいなやつ出てきたな。タマサコウモリ、タマサコウモリどういう意味だ。タマサって地名。ダメージはそこまで脅威じゃないな。 HP がさ400あるから、最大 HP が今となっては罰の方がちょっと弱いな。でも罰の方が守備力はあるね。1ダメージしか入らないわ。おじさんは8ダメージも食らっちゃってるけど、やっぱ若いって大事だね。おじさんにもなるとそれダメージも食らうわな。105の経験値、ああいいね。3桁経験値、普通の雑魚キャラクターからも3桁以上の経験値が手に入る。ドアに張り紙がしてある。一方通行、アクセラレーターみたいな感じか。で一回戻るか。一方通行である以上、アクセラレーターである以上、ここはどうしようもすることができないから、とりあえず戻って、他になんか行けそうなところが多分どっかにあるだろうから、それを探そう。下、今右下にちらっと見えた青いのは来た道だから違うでしょ。この外周もさ、どっか行けるとこないかな。ここは無理か。こっち行ってないよな。これこっからさ、あ、横へ移動できるな、やっぱり。この階段の下の段だけは階段になってない判定。ウサギの穴じゃねえこれ多分。究極の踊り子養成機関、ウサギの穴によくそ、踊り子さんには手を触れないように。タックルかますわ。タックルかまして思いっきり体接触して、もうなんか体液とかも飛ばしとくわ。マハーラの店長が大事にしてくれるの、あたしって売れ線なのかな。こいつは、私もいつかナンバーワンさんになってみせるわ、きっとよ。これあいつの妹なんじゃないの。あいつの妹っぽいよね。アマダンサーになるとかっていう夢を掲げて飛び出したあいつ、あれの妹だなきっと。で他は行けそうなところもうなくないか。下に行くのはタージによるんだぜ。タージってでもさ、ああそっか、いやタージって東の方だよね。どうすりゃいいんだろう。街の中央のところにもさ、そうそう、この街の中央の青いところにもまだ入ってないんだよ。この街の中央の青いとこ入るか。前回は左上の方の青いタオに入っちゃったから、青いタオに入ってなんかよくわかんない世界に飛ばされたから諦めたんだけど、ギルド・ブワルローカ支部、なんだこの名前。あ、ギルドってあれか、龍炎みたいなところか。一番最初の主人公にこの罰を授けてくれたジジイがいたところ、ブバルローカっつうのがここの界隈のことなのかな。なんか荘厳な雰囲気あるね。これオス竜のなんつうんだろうね、肖像画じゃねえ、石像なのかね。実際にオス竜の大きさもあれぐらいあんのかな。で穴が4つあんのか。原玉何号店、貧乏すぎる。ちょ、待て待て。敵を撃って、ちょっと小銭を稼ごう。で、これは多分だけど、ここのお店で、なんか高いもん買っても安いもん買ってもそんなに影響はないと思う。あー、でもかき揚げそば食べたいな。なんか腹減ってきたな、普通に。いや、もう夜中にやってんだけどさ、普段だったら酒飲んでポテチとかそういうのを摂取しながら実況はしてねえや。そのまあその日一日の反省会的な感じのことをやってんだけどさ、まあ、今日は今この時間帯に実況をしております。おじさんは思った。味が濃いかな。おや、お客さん初めてですね。スタンプをしますね。行くとこがないんなら店の中で仮眠取ってってもいいからね。これなんか大事な選択肢っぽいね。仮眠取るか。これによって何か変わるんじゃない？あー、こっちの部屋にから出るだけだ。なんか事件が起きるとかそういう系かなと思ったんだけど、そうでもなかった。うちの亭主はお人よしでね、自分らの今に見ず知らずの人は、自分らの今にって言ったけど、これ今か。自分らの今に見ず知らずの人をすぐに止めちまうんだよ。寝室とかじゃないんだな。これタンスとかって調べられないんだ。調べても意味ないんだな。そっか、これ裏口の方か。よく見たらスタンプ、だいぶ飛ばしたね。あ、これ扉さ、ここ扉左真ん中真ん中右って感じで入り口あったじゃん。そのせいか一番右の方に入ったから、ここのスタンプが押されてんのかな。これはやらかしたか。まあ別に順番はそんな関係ないか。ちょっと戻って他の穴にも入ろうか。せっかくこんな足が速くなったんだからこれを利用しない手はないよね。まあ右から順番にやっていこう、せっかくだし。んで、便器があるな。この竜ご存知ありません？迷子みたいなんです。俺の竜だよ、これ。これ俺の竜なんだけどさ、ちょっと返してくんねえかなっていう、ちょっと竜さらいをしようと思ったんだけれども無理だった。ギルドに栄光あれ、崇めよ讃えよ汝の師匠。こいつはギルドの認定を受けるのは初めてなんだ。結構ドキドキするもんだな。入院だった。鳴き声微妙に違うね。なんでこうも融通が利かないのかな。たらい回しですっかり疲れちまったわい。たまに違う鳴き声のドラゴンいるよね。なんかメガネっ子多いな。どうしたここ。ギルドの職員って安定はしてるけどいまいちだな。市役所みたいな感じになってんのか。あ、無理だ。ああ、それなら私が窓口にいた時に来たわね。支部長と何か話し込んでたみたい。受付はそちらの窓口となっております。はい、こちらはギルドブバルローカ支部です。ただいま窓口が大変混み合っております。いや、全然混み合ってねえだろ。ガラガラだよ。日を改めてのご利用をお願いいたします。だって整理券すら配ってねえもん。整理券発行機みたいなの普通だったらこの辺に置いてあるでしょ。それがないんだったらこれガラガラだよ。まだ役所開いて、間もない頃だろ。9時から9時1分の間ぐらいだろ、これ。こいつは預ける引き出す。あ、これさ、俺ちょっと攻略見たんだけど、このつる草の腕輪とかって装備できないっぽいね。これ女の子専用の装備っていうのを攻略に書いてあった。あ、ちょっと待って、今お金取られた。手持ち金っていうのあんな。なんか多分お金取られたんだろう。なんかやめとこう、預けんの。で、ラサの水もちょっと調べたんだけど覚えてねえや。引き出すのにもお金かかんのか。手数料がかかんのか。やだね。なんかそういうところだけさ、なんか妙に現実世界っぽさがあるよね。うわー、しかし階段多いな。だからほんと広いよな、ここ。便器があるだけ。俺、便器はさ、そのまま上に立つことできるっていうとんでもない仕様だよな。これ完全に床に便器がめり込んでるじゃん。あるいはこれ、床にさ、トリックアートみたいな感じで便器の絵を描いてるかのどっちかだよな。そうとしか思えねえぞこの描写。反対側も便器がある。階段登って上はそういうことね。把握した。じゃあ原玉のさ他の13号店とかあるのかなって思ったけどないのか。どこだ。いや広いな。しかしトイレはちゃんと1階2階にそれぞれあるんだな。あ、私臨時の警備員です。支部長に雇われまして、はい、なんか怖いことがあったらしいですね。泥棒がいるよね。卵泥棒がいるからそいつの取り締まり依頼してんのかな。受付は1階の左になってるんです。いや知ってるよ、それ言われたよ。じゃあここなんだよこれ。この部屋鍵もあるし宝物庫なんか音楽違うんだけど地名は変わってないけれども、いやあの鍵開けたいな。1マップしか1歩しか動かない場合ってスピード遅いな。最初の1歩目だけはちょっと遅いっぽいわ。何もないよ間違えた。みん待って待って、もう2回は話しかけなくていい。あ、私臨時の警備員です。支部長に雇われました。はい、なんか怖いことがあったらしいですね。セリフ同じだな。使いましたね。1階の左。お前らも使いましたねえかよこれ。わざわざ裏に回って話しかけたとしてもセリフ変わんねえしよ。どけ。支部長は機嫌悪いんです。そっとしといた方がいいですよ。ちょっとどけてくれ。こいつ支部長この支部は全て順調に運営されております。きっぱり。今の支部長なの。支部長は機嫌悪いんでそっとしといた方がいいですよ。こいつは支部長はここら辺無駄にモブキャラいっぱい作ったせいで全員セリフ同じことしか。だからどけやお前。そっち行くね。どけやお前。どけ。これ村人を押してどっか便所のここに閉じ込めることとかもできるんだろうな。んで上行って何階。どこ。左足。おおなんか正ポイントあるよ。やっぱトイメンじゃねえや。なんだっけシンメトリーになってんだな。落下することはできないか。ヒューンって飛び降りてよ。なんかマリオとかだったら直前でヒップドロップとかしてダメージ軽減できるじゃん。あんな感じでよ飛び降りてダメージ軽減とかできる仕様になってればガンガン飛び降りられるんじゃないのか。でなんとなく両方にセーブしておいてセーブコンプリートで右から降りていくか。じゃあその原玉の13店舗目とか結局どこにあるんだろうね。俺全部この場所にさ131211っていう右から左にあるのかなと思ってたんだけどそういうわけでもなかったからちょっと困るよね。でも原玉こっちにもある。違う、ここさっきと同じところじゃない。これ地下広くね。地下広いっていうか地下狭いのか。だってもっと上の世界、ここの上の階層ではさもうちょっと幅あったらしいよ。幅アムリテの理由登録してないよ。それどころか自分の記録を消して上の方に逃げてったって話だよ。アムリテは結局何をしたいのかよくわかんねえよな。疲れたチビの登録だけで俺はもう2日もここにいるんだ。たくお役所仕事ってやつはな、あそこ大体遅えよな。ああいうな、そのなんつうんだ、インフラとかがの場所、インフラがしっかり整ってるようなところとかあるじゃん。そういうのって大体仕事するの遅いんだよね。役所とかもそうなんだけどさ。ちょっと体勢変えるわ。腰が痛い。で結局101112の回収はできてないと。じゃあどうしていいんだよ。もうここでやることねえじゃん。セーブもしちゃったしさ。もう完全に行ったよね全部の場所は。ここが中央だったんだ。だって一番端ってさ、一番端どこだ。なんもないんだけど。外れか。だって左から2番目が原玉に行くための地下の道でしょ。ここそうだよね。ここに繋がっててでこっちつながってるもんな。じゃあもうここでやることねえな。ちょうど市役所とこの町がつながってたってことか。いやー、多分なんかやんなきゃいけないことあるでしょう。じゃあこれもうさ、ここの争いが今のところまだ解決してないんだけれども、だって上も行けないしね。この上の階段のところも今のところ行けないし、なんか一方通行になってるとか言ってるやつもいるし、社長が消えてから、そう、なんかマハール、タージの方の社長が消えたんだっけ。その社長がもしかしたらさ、今の左の方にちらっと映った青いタオの中にいたりするんじゃないか。今回もこっち進めていくか分かんないし、この先に何かいるかもしんない。お前なんでこんなところでお店やってんだよ。おわ、お客さんならしたい、ご注文どうぞ。めったに客が来ねえんだな、やっぱり。コロッケそばにしよう。体に力がみなぎった。スタンプ11号店か。外した。スタンプ押しますね。外したっていうのはスタンプを押し外したってことなのか。これ10はどこだ。さっきの町のどっかに原玉がないとかって言ってた人がいたから、探せばあんのかな、どっかに。お客さん、その他を上の病院直通だから病人と付き添いしか使えないよ。上の病院直通。俺病人なんだよね。ちょっと俺病人なんだけどさ。ダメか。ってことは何、ここなんか病院のさ、職員の病院のさ、そのなんか職員専用の、また出んのかよ。いや、あるじゃん、そのさ、職員専用のさ、なんか売店とかそういうやつあるじゃん、病院って。それ系なのかなと思ったんだけど、そうでもないか。こっちの方ってなんかある。ここもなんか怪しいな。ここの大陸って、違う、ここさっきのウサギの穴か。この辺なんかあるわけでもないし、うわ、完全に迷子だな。何かしらの方法でなんかをしなきゃいけない。サービス受けるか。お酒飲むかいみたいなことを言ってた人いたじゃん。あいつのお酒を飲んで情報を得るみたいな、そういう感じなんじゃないかこれは。ちょっと酒場のいかつい顔したマスター、こっちか。ここ来たよね。こっちが上に繋がってるだけか。繋がってるだけだな。ここのこいつら全員話しかけたから、こっちじゃないな。もう一個下の方からこっちか。ここのどっかこいつだよ。お作りしましょうか。作ってくれ。ヨーグルトしかお出しできません。うん。これは蜂蜜入りだ。うまーい。よかったじゃねえか。なんか情報、情報くれるわけじゃないのか。もうさ、来たっけ、ここ。こんな階段あったか。あれ、俺ここ来てねえわ。なんかトイレだけ見えて、この老婆の姿は見えなかった。光あるところには影がある。物事、表があれば裏もある。よーく真実を見極めなされ。なんとなくトイレを全部全開にしておく。これじゃ何、清掃員のババアなのかこいつは。ここ来なくても大丈夫だったよね、きっと。また難しいな。作って。じゃあ150ルピーで酒飲むよ。おじさん思った。うおー、ヒリヒリヒリするー。このおじさんはやっぱおじさんなのか、年齢。ちょっと待って、お金大丈夫か。まあ1000ルピー以上あるんだったら大丈夫か。お金なんか作って。やっぱお酒しか作らないのかこいつ。俺はちょっと情報が欲しかったんだけど、そう言わず、知らないわけじゃありませんけどね、兄貴に口止めされてるんで勘弁してください。全員兄貴に口止めされてるよな。もうちょっとどうにかしてくんねえかな。ほんでこっち側はもう全員話しかけたよな。トイレの姉貴に よろしく言っといてくださいみたいなこと言ってたけど、タージ店長の私ってこれがあれなのかな、トイレの姉貴なのか、トイレの姉貴が誰なのかもわかんねえしさ。他はだってさ、もう一回ヤクザに話しかけるか。今度マハルの方にいるヤクザに話しかけてみる。それによって何かしら変わるかもしんないし、あのヤクザの注文を受け入れた方がいいよね。ちょっとヤクザ、あなたからなんか物買いたいんだけど、牛乳しかお出しできません。うん、あー冷たくて美味しい、うん、牛乳美味しいよな。フルーツグラノーラとかにかけて食べると美味しいよね。変わんないか。無駄にお金せしめられただけだわ。このヤクザ、証明係だっけ。こっちはこっちで、上に登るための道は何もないのか。似たような会話しかしてないからな、こいつら。パーチとマハル、どっちかにここにいるんだ。待て。反対側から回って、これ、めんどくせえな。反対側からも回って、買うか。口の中でみじんこが弾けて香ばしい。いやいや、情報くれるんじゃねえかよ。うわぁ、1100ルピーのうちの500ルピー失うのはちょっと痛いな。ここにいる人たちの飲食物全部買ってもダメなのかな。紅茶しかお出しできます。70ルピー。いいよ、70ルピーだったら。うげ、すっごく甘い。まあ、紅茶ね、俺あんま飲むことないから、わかんねえわ。んで、出て、ちょっと外にいるヤクザに話しかけてみるか。ヤクザくん。避けてくんないな。このヤクザくんが避けてくんないとなるとちょっときついんだよな。こっちのヤクザくんは。おいばもう誰にも会わねえよ。下に来るのはマハールによるんだぜ。トイレの姉さん。トイレの姉さんね。これもよくわかんないんだよな。他に誰に情報を聞いたらいいんだ。タージによるんだぜ。マハールとタージをそれぞれ進めてるんだけど、この人たち。それぞれじゃあ違う組のものなのかな。これでヤクザが消滅してくれたらよかったんだけど、そういうやつではないのか。このヤクザが実は CG で上の電源切ったら消えるみたいなさ、そういう展開を期待してたんだけど、そういうのは持ち合わせていなかったようだ。困ったもんだね。そう、こいつのさ、このババアのこのセリフが意味深なんだよな。消えた社長っていうのがさ、ちょっと表現として気になるよね。なんか事件に巻き込まれたのかなって、コナンだったら絶対これ消されてるだろう。事件に巻き込まれてるぞ、この社長は。で、これでマハールかタージかどっちかの派閥決めますみたいな、そういうなんか選択肢みたいなのが出てきてさ、お話が進むとかそういうのを予想してたんだけど、何もないんだよな。手作り弁当を買う。いや、高い色。これラサの水とか、もうラサの水も結局俺調べたけど忘れたんだよな。復活だったっけな、違ったかな、覚えてねえや。んでこいつらもうみんなに似たようなセリフしか言わないもんな。また迷子になっちまったな。どうしよう。ちょっとしばらくもうあちこち探索するぞ。新しい敵出てきた。なに俺、筋肉マンみたいなやついるんじゃん。ボスの手下。じゃやっぱこの地下街になんかあるんだな。真ん中のやつが攻撃力高いね。まあ、それでも今の俺にとってはそんなに敵ではないわ。で、ラサの水の効果もね、思い出した。聖水と同じだよ、あれの効果。敵が出にくくなるっていう。でそれに対して対になるアイテムもあって、敵と遭遇しやすくなるアイテムでなんとかの太鼓っていうのがあるらしい。まあ、当分先なんだろうな、そのアイテムにお目にかかるのは。うおー、今なんかダメージ結構でかいの食らわんかった、筋肉マンから。2体目倒しのマントラ使うか。でカンカーラが敵を石化するっていう効果らしくて MP50 使う。でブースターが 100MP 使って何だったかな、攻略ちょっと調べてくれる。その攻略でもブースターの効果がよく分かんないみたいに書いてあったような記憶があるな。で HP 回復させて、あ、回復量も200になって増えてるね。やっぱおじさんの HP が倍になったから回復量も倍になったのかな。おお、人型だからお金も落として、聖堂の剣、あ、いいもん落としてんだ。聖堂の剣って俺買ったよね、この前。あ、でもちょっともったいないな、それだったら。マハールのトイレの姉さんってこいつか。しつこいね、それ私は知ってるともさ。マーケットの親分に会ってみな、私の紹介といえば通してもらえるよ。はあ、フラグが立った。マーケットの親分、マーケットの親分って誰だ。ここに親分なんている。店長のことかな。いや、お腹空いてきたな。ポテチを食べたい。ポテチとかいろんなもの食べたい。肉片を食べたいね。唐揚げ、唐揚げ食べてえな。ちょうどハイボール家にあるからさ、それをね食べてえわ。唐揚げとハイボールってなんかハイカラみたいな感じでさ言われてんじゃん、 CM とかでも。だから俺もああいう食い方をしてえわ。結局親分が誰なのかわかんねえ。出るか、ここに親分なんていねえよ。出よ。これでもう通してくれんじゃないの。あ、便所の姉さんのお知り合いで、ささどうぞ。おお、ようやく進展があった。このヤクザたちがヒント教えてくれてたんだな。うわ、めっちゃいがみ合ってんじゃん。ビリビリバチバチしてるぜ。うわ、ぶっさいくな顔。あるお方に頼まれてな、ターチとマハール生かさず殺さずいがみ合わせてわしらが美味しい思いをさせてもらっとるんよ。あ、文句あるか。ない。物分かりがよくて結構が知りすぎちまったな、ごめんなさいよ。あ、やっぱバトルになるのか。どっち選んだとしてもバトルになったんだろうな。はっきり言って雑魚です。結局悪徳商人ってやっぱやられ役なんだろうな、雑魚キャラ。ああ、ワンパンキルでお金もしっかりとせしめてやるもんだな。俺の負けだ。だがあの方のために働いているのは俺だけじゃねえ。卵泥棒は聞け内緒だ。この右のこいつは、ああ、もう終わりだね。足を洗って豚でも買って育ててみようかな。こいつは逃げたりはしないのか。でもう一方のヤクザのいざこざを解決する。ターチによるんだぜ、宿のじいさんによろしくな。ターチってさあ、まあ、これ寺めんどくせえ。でタージが逆なんだよな。タージマハルなんだけど配置的にはマハルタージなんだよな。で宿屋のなんちゃらかんちゃらによろしくなでしょう。宿屋なんてあったっけ。宿屋あったっけ、ここだっけ。こっちなんかベッドとかなかったっけ。ベッドねえわ。あいつか、あの奥か、反対側だ。こっち側から行って一回出なきゃいけないのかな。で上に行ってこっち、どこのもんかわかんねえやつにはどうのこうのって言ってたやつでしょこいつ。兄ちゃん A お方らしいな。特別や A 子がおるで。これ奥の部屋の鍵を手に入れた。ここか。これ他の鍵も開くんかな。鍵が開いた。私、誰かにお話ししたかったんですけど、おじいちゃんが人に合わせてくれなくて。ああ、竜使い様、実はおじいちゃん、マーケットの親分とこっそり会ってるんです。たまに犬のその臭かったりするし。うんこのことかな。お願いです。おじいちゃんと親分と何を企んでいるのか調べていただけませんか。私の話をすれば通してもらえますから。で、これでフラグが立ったわけだ。へいへい、ヤクザの兄ちゃん、どけてくれ。そうかい、じいさんの孫の知り合いかい。いいよ、通りな。今の、ちょっと待って、上に戻りたい。ここがすげえ気になるんだけど、これ関係ないか。これ全部変えたらさ、なんか起きるとか。まあ、そんな都合のいい話はねえな。で、踊り子たちか、こいつらは。売り切れなんだよ。すまないね。なんか薬物売ってんのか。親方なら奥にいるよ。親方は怖い人だから気をつけるんだよ。この宮明宏は親方じゃないよね。